ドライバー、そしてナビゲーター、2匹のホモサピエンスが操る高性能マシンと、それを破壊しようと待ち受ける大自然との戦い、世界選手権ラリー、セリカ GT ホエールツインカム。真の GT スピリットはこの極限の世界への挑戦によってのみ磨くことができる。セリカ GT、 ツインカムを語らずに真の GT は語れない。トヨタ自動車がお送りするあいつ、男に背を向けるとあいつは再び砂の海を歩き始めた。黒いスーツに身を固め、照りつける太陽の下でも汗一つ流さずに砂の海を一人歩いていく。あいつを探してここアラビアの砂漠までやってきたスカウトマン、彼も徒歩であいつの後を追った。しかし足を取られ、思うようには進めない。二人の距離が少しずつ離れていく。地平線に広がった青い空、そのはるか遠くに黄色のカーテンが降り始めた。それは次第に近づいてきて、まずあいつの姿を包み込んだ。やがて男の頭上にも雨のように砂が降り注がれる。その砂のベールの彼方に今あいつの姿が見え隠れして、そして消えて行こうとしている。砂嵐だった。いつかあいつは同じように振り返ろうともせず、モンパルナスの暗闇の奥に消えたことがある。あの時はまたいつかあいつに会えると男は感じた。しかし今度は違った。荒れ狂う砂の大海原へと消えてゆくあいつの黒い影、もう永遠に自分は会うことができないだろうと男は思った。
アラビアの砂漠で、あいつは砂嵐の中に消えていった。その後、モンパルナスの裏町で、マンハッタンのビルの陰で、そして東京の人混みの中で、あいつに似た黒い影を見たという噂はある。しかし黒いスーツ姿は同じでも、あのあいつの冷たい視線はなかった。あいつ、その行方は誰にもわからない。誰もが車に乗る時代だから、誰もが乗れない車が一台くらいあってもいい。トヨタから今パーソナルセダンが誕生した。その名をクレスタ。新開発ニューワンジーエンジンを搭載、ハートを揺さぶる圧倒的なパワーを秘めている。舌を巻く重高速からの素晴らしい乗り、それでいて気品に満ちたその走りはどうだ。比較のレベルを超えてやってきたトヨタの最高級パーソナルセダン、クレスタ。なんと素敵な車だ。新しいカーギャラリー、トヨタのビスタより。ロング&ワインディングロード、メルバ・ムーア。あいつ、出演は日下武、構成菅沼定健、アナウンス忽滑谷京子。この番組はトヨタ自動車の提供でお送りいたしました。FM 東京です。親方様信玄の死に揺れ動く武田家、三河の家康は未だ動かず。